移動スーパー徳島丸は、日頃買い物に行くのが難しい高齢者や妊婦など、いわゆる買い物弱者の対策として全国で導入されています。今日本格的に運行を始めた伊万里市の徳島丸は、A コープ伊万里店の野菜や日用品などおよそ400種類、1200点ほどを取り扱い、東山城町など山間部を中心に1日におよそ40世帯を回ります。また合わせて高齢者の見守り活動も行い、運行中ポストに郵便物が溜まっていないかや、洗濯物が干したままになっていないかなどチェックし、異変を感じた場合は伊万里市の担当者に連絡することになっています。思ってた以上に困られている方がですね、たくさんいらっしゃってですね、行く先々でですね、ありがとうという言葉をいただいています。 A コープ九州の徳島丸は、伊万里市のほか県内では佐賀市や唐津市など合わせて5つの市町に導入されています。